皆さんこんにちは、あちきです。はい、今回はですね、ちょっと夏のバスフィッシングに向けて購入品を紹介したいと思います。久しぶりですね、購入品を紹介するっていうのはすごい久々なんですけれども、今ちょっとロケに来ててホテルで撮影してるんですけれども、もうすぐ梅雨入りですかね、時期的に言うと。もう梅雨入ったかなっていうところで、ここから、夏の釣りに向けてこういうルアーで釣りたいっていうのと、あとは今まで使ってきた自分のルアーと、こういうのを使ってみたいなっていうのと、いろいろ買ってきたので、それを今回紹介していこうと思います。そうですね、まずは定番のものからいきましょうか。はい、まずはこれです。いつもの、はい、プルソックダディですね。ダディです、プルソック。オリジナルサイズではなくダディです。のカラーが霞スペシャルというカラーですね。これはもう本当に私がね、マジで今一軍中の一軍というか、本当に信頼している、困った時にはこれを投げていれば魚がいるかいないか分かる。自分の中ですよ、自分の感覚の中でこれを投げて釣れなかったらいないって思えるぐらい信用できるルアーです。はい、プルソックダディの霞スペシャルカラーですね。もうカラーもこれです。霞スペシャルカラーです。で、今回ブンブンの相模原店さんで購入させていただいたんですけれども、あれだけ買おうと思ったんですよ。正直、霞スペシャルっていうカラーが本当に1パックあろうが3パックあろうが5パックあろうが、私はどうせもうこれは年中使うルアーなので、あれだけ買おうと思ったんですよ。1個しか、1個しかなかったです。なんでとりあえず1個買いました。もうね、これはね、本当にずっと釣れてるんですよ。クリアレイクでも、マッティでも、ステインでも、ね、水質のね、色がね、どんな状況にも対応してくれるというか、どの状況のフィールドでも消化を安定的に出してくれる、私は本当に信頼しているルアーです。主に私は、フリーリグだったり、あとはフリーリグの進化をベル止めして、直リグみたいな感じで使う時もあるんですけれども、基本的にはフリーリグで使ってます。で、フックは基本的には私はベローズフックの、20ですね、20を使って投げてます。で、基本的には 7g 進化、7が基本です。 7g が基本で、そこから水深が浅ければ 5g に変えたり、ちょっと水流があったりとか、ボリューが巻いてるとか、水の流れが強いなとか深いなっていう時は 10g を使ったりするんですけど、基本的には私は 7g で使用してるっていう感じがあって、から釣り具屋さんで見つけたら絶対にストックしているっていうルアーですね。はい、これはもう本当に私はマジで信用しているルアーです。ぜひ使ってみてください。ブルソクダディのカスミスペシャルですね。続きまして、これもよく使います、ボトムアップさん続きなんですが、バラップスイマーの 4.2 インチですね。はい、これがね、リアルフィッシュっていうカラーを今回買ったんですけど、結構私バラップスイマーを使うときは白っぽい色をねよく買うんですけど、これもね結構透かしてみたらクリアなカラーで、若干こう白っぽい感じのカラーなんですけど、これは主に最近だとあれですね、スメルトヘッドのトレーラーにつけて使ってます。で、ノーシンカーでも使うときあるんですけど、それは
まあ、ボイル打ちとかボイルが起きた時に投げる、脳進化で投げるっていう時もあるんですけど、基本的には私はこれはスメルトヘッドのトレーナーとして使うことが多いです。はい、でまあちょっとなんか良さそうな色だったので、これ私初めて使うカラーなんですよ。リアルフィッシュっていうカラー、私初めて使うカラーなんですけど、うん、すごくスメルトヘッドとの相性がいいなと思って、いろんなトレーラー試したんですけど、私はこの組み合わせが一番好きだなと思って、 4.21 のマラプスのとスメルトヘッドの組み合わせが一番好きなので、これを補充しました。はい、すごいなんかクリアなカラーでこれも多分ね結構ラメが入ってるので、まあ、クリアでも水に溶け込みやすいし、そんなに、ま、そんなに濁りすぎてなければ、うん、全然このカラーでもシレットとかどっちかというと波動で食わせる感じの釣りになるので、このカラーにしました。私は結構水の色にこう溶け込む感じのカラーが好きなので、ちょっとこれは初めて使ってみるカラーなので楽しみです。続きまして、これも最近ね、私あのミドストを覚えたんですよ。最近覚えたって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、琵琶湖の夜釣りをしている時にデスアダーの、 あの6インチとか大きいミドストとかを、使ってたんですけど、この4インチとか 3.5 インチとかちっちゃいサイズのミドストでこう釣るっていう経験が実は今まであんまりなくて、でそれを最初に教えてくれたのがラストエースの90フローティングエラストマー素材のものだったんですね。池原で多分動画上がってると思うんですけど、でそれのなんか動きとかこのローリング具合とかキラキラこうローリングしてワンがこうキラキラキラってなる感じ、動き方とか動かしやすさとかがすごい好きで、ただもうちょっと大きいサイズ欲しいなって思ったんですよ。でこれも釣り具屋さんにあったので買いました。ラストですね、 95F、はい、です。フローティングなんでこれも、はい、エラストマー素材ですね、 95F です。でこれに、タックルセッティング的には多分変わらないと思うんですが、 1.3g のジグヘッドだったり、あとは表層をこう 今からの時期ね、表層をこうパパパパパパパって跳ねさせるような釣り、上流とかでベイトを追ってるような魚を狙う時に使えるんじゃないかと思ってこのサイズのワンを選びました。はい、エラストマーなんで結構も張り持ちもいいですし、あとはこう浮かせたい時とか跳ねさせたい時、水面を跳ねさせたい時とか沈ませたいならジグヘッドつければいいしっていう時に、すごく私はエラストマー素材すごく使いやすいなと思ったのでこれにしました。まずはそういう魚を狙うための練習ということで、自分が好きで使ってる 90F の一つサイズが大きいバージョンですね、はい、のカラーがモツゴっていうカラーで、ちょっとキラキラっとするようなカラー、はい、これを選びました。これもまた、小魚を追ってるようなチアユとかワカサギとかそういうのを追ってるようなフィールドにはすごくいいんじゃないかなと思って買いました。はい、はい、次が、またちょっとそういう小魚を出る時に使えるんじゃないかと思って、これは新製品で出てたやつですね、羽生さんのが作ったやつですかね、こちらのエンジンの
サーフェイスバン、サーフェイスバンってやつの60。はい、これは実は去年、あ違う去年じゃないや、今年だ、今年の相模湖で釣りをした時に競争の釣りに挑戦してたんですけど、なかなかこう競争までバイトができらない、鼻先まで耳は来るけど食い切らないみたいな時に、ちょっと沈めたらどうかなみたいなシチュエーションがあったんですよ。もうちょっと沈めてスイッチさせたらどうだろうみたいな時があって、ただ板重り張るのも沈みすぎるしみたいな調整がちょっと難しいなみたいな時があったので、その時にねそういう思いをしてたの、そういうあ、まあ、そういうシチュエーションがあったので、もしこれが水面から5センチでも3センチでも5センチでもちょっと沈んでれば、もしかしたら杭が変わってたのかもしれないなっていう時があったので、ちょっとこれはね試しで使ったことはないんですけど、これがあったので、サーフェイスバンク、サーフェイスなんで表面直下ですね、表層直下かなので、ちょっとだけ沈むっていうところですね。っていうだから、私がよく行く相模湖とか津久井湖とか、またワカサギを追ってるようなフィールドですね。それこそ富士五湖周りとか川口湖とか芦ノ湖、西湖とかでよく使えるんじゃないかなと思って、ちょっとこれは買ってみました。これがサーフェイスバンクの、キラーチャートっていうカラーですね。チャートなんですごく視認性もいいし、フックがちょっと開けてみましょうか。こっち側にフックがついてるんですね、こうじゃなくてこうじゃなくてこうですね、こう置くタイプのルアーなんで、なんかね不思議な形なんですよね、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう、瀕死リグみたいな感じ、ワカサギピクピク系に近い、ちょっと沈んでるワカサギピクピク系みたいな感じで、で食い鼻先まで見て食わない時はちょっとピピッてアクション入れたりして魚にスイッチ入れてあげるっていうのもできるのかなと持ってちょっとこれを買ってみました。これはだから今、まあ、夏これからの季節もそうだし、あとは夏、冬か、冬ワカサギの産卵シーズンとかに活躍してくれるんじゃないかなと思って買ってみました。はいはい、続きましてこれ、はい、キックノッカーです。しかもこのカラーですね、もう本当にチャートデュースシャイナーっていうカラーですね。もう本当にね、私はトップの面白さっていうのを、私はアマゾンに釣りに行った時にアマゾンの魚が教えてくれたんですよ、トップの釣りが面白いって。でその時に本当に一番活躍してくれたのが、まあ、このキックノッカーのこのサイズと、あとブラジルで売ってるネルソン中村さんのサラサラっていうルアー、どっちかを使ってたんです。で両方すごく動かしやすくて使いやすかったし、両方同じぐらい超過が出てたんですけど、今日本で売ってるのはこっちですね、キックノッカーで、シーバスの釣る時も聞くのが168でよく釣ってたし、特にこのカラーですね、本当にこのカラーが好き、はい、クリアでボディがクリアでお腹が白で背中が黄色で、すごく視認性もいいし、本当にね
私そのアマゾンに行くまでトップに連れてあんまりやったことなかったんですけど、これを投げてみてトップの世界観が変わったっていうか、こんなに動かしやすいんだと思って、難しいイメージあったんですよトップって。だけど本当にこれは入力もしやすい、本当に動かしやすいし、その音ね、この音サウンドがすごく好きで、個人的に、うん、なんか私的にはこのキックノッカーがトップの面白さを私に教えてくれたっていう感じがしてて、だから実際アマゾンでしか魚はこのキックノッカーで釣ってないんですけど、このサイズにね。だからだけどこれやっぱこのこれからの時期ウィードのトップとか流してたりとか、あとは吸着際とか、あとはインレットとか、そういうところでこれでちょっと私はバスを今年釣ってみたいなと思って、はい、買いました。ちょうどこのカラーが売ってたので、はい、本当にめちゃくちゃ好きなトップのルアーです。音がいいのよ、カラ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 ってすごい音がやって、これでちょっとバス釣ってみたいなと思って、でこれを投げるときはまあフロロではなくて P セッティングですね、 P の、まあ、2号か3号かにリーダーがナイロンかな、ナイロンをつけて、また池原とか、あとは琵琶湖のウィードトップとかやる予定があるので、まあ、そういうときにこのルアーで釣れたらいいなと思って買いました。見つけたと思いました。思わず手に取ってしまいました。このカラーが好きなんですよ。もう一個小さいサイズあったんですけど、やっぱり大きいバスをするためにはもうワンサイズ大きいのがいいかなと思って、全然こんなね60のバスからしたらこんなのこんなベイトサイズちっちゃいでしかないので、全然食ってくるやつはこれでも食ってくるかなと思ってこのサイズにしました、はい、投げるのがすごい楽しいです。トップで釣りたいよねやっぱ夏は、うん。フロック今回3種類買いました。まず使ったことあるやつからにしようか、うん、値札を剥がしておいた方がいいね。これはもう使ったことのあるガバチョ、はい、これはもうウィードパッチの上をポコンポコンとやっていく、もうスタンダードなフロックですね、うん、これとあとはこれが多分スタンダードだとしたら、こっちがちょっと強めというか、もう本当にその音もそうだし、泡なんかこのフロックってポコンってした時にルアーを動かした時に水の膜がこうルアーの前にこう出るんでしょ、それが、まあ、これが普通チューだとしたら、こっちはもう台よりアピールよく、あの書いてある、ここに書いてありました、突き破る威嚇バイト誘発フロック、はい、なのでよりアピール力の強いフロックを買ってみました。もうこれはそうだな、シチュエーション的にはほとんどもう琵琶湖に釣りに行く時、夏の琵琶湖にリードの上をポン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 とやって下からでかいバスが、そういう釣りを今年はしたいなと思ってこれを買ってみました。使ったことはないんですけど、キムケンさんが作ったやつですね。
で見やすいようにチャートカラーですね、はい、視認性が大事だと思ったんでこっちもチャートカラー、これはもう優秀です。フロックをやったことがない人でも動かしやすいフロックだと思います。こっちはまだごめんなさい、正直投げたことがないのでもしかしたら動かし方が難しいかもしれないんですけど、まあこういう強めのフロックも必要かなと思って買ってみました。はい、でこれはどうなんでしょう、3つ目です。はい、ディープフォレストの8っていうフロックですね。はい、白にしました。これは多分この水の抵抗で言ったらアピール力か、そのルアのアピール力で言ったら小中大みたいな感じだと思うんですよね。はい、小中大、これがスタンダードで、より強くっていう時ともう少しアピール力を弱めたいっていう時のフロックとして今回3種類選んだんですけど、これがディープフォレストの8っていうフロックです。これもね、私まだ使ったことがないんですけど、さっき紹介したフロックはこの頭がカップ型になってるんですよね。カップになってるので、まあ、より水押しが強いって感じになってるんですけど、こっちはどっちかというとまあ、そんなにスルスル水の上を動いてくるっていう感じ、ただ最低限のアピール力あるよっていう感じのフロックだと思うので、まあ、よりプレッシャーがかかった時とか、なんかそういう、あ、ちょっとルアーもアピール力強すぎるな、でもトップには反応してるなっていう時にいいんじゃないかなと思って、私はこの3種類を使い分けようと思って買いました。はい、フロック3種類トップの釣りをちょっと夏はね楽しみたいなと思って、はい。で続きまして、これはもうちょっと王道です。最後は王道になるんですけど、夏といえばバックスライド、夏のカバーにはバックスライドですよね、というところでこちらです。はい、釣り人だったら1回は使ったことあるんじゃないですかね、ハットイカ。はい、ハットイカ、これなんていう、ブンブンオリカラなんだね。ブンブンのオリジナルカラーの、カラーはクリアなんですけどグリーンのホロがラメ、ホロラメが入ったカラーです。これね、これ実はですね、皆さんそんなに気づいてないと思うんですけれども、去年の陸上の秋の陣の試合の時に、私は初日にこのカラーでバイトをかけてるんですよ。で、まあ、ちょっとねその時は魚のバイト乗せられなくてすっぽ抜けちゃったんですけど、このカラーで、私この炎がねすごいいいと思って、このキラキラっていう緑の炎が、これがね、多分クリアレイクでも、マッティでも、ステインでも、効くと思うんですよ。で、まぁ、ちょっとこれは高比重なので、ちょっと沈む角度がちょっと、なんて言ったらいいんだろう。沈む。結構沈む。沈む系。はい、結構沈む系バックスライド。で、まあ王道ですよね、バックスライドって言ったら。で、これが次買ったのが沈まない系バックスライド、
こちらです、はい、これもねすごい私も昔から好きで、リボルテージのドリフトクローです このスポーンギルっていうカラーですね。お腹がオレンジで表がちょっとグリパンっぽいカラーなんですけど、これは割と、沈まないっていうか、こっちが高比重だとしたらこっちは低比重なので、深いレンジを攻めるときはこっち、浅いレンジを攻めるときはこっちっていう感じで、私は使い分けを、大体この2種類でしてますね。でも基本的にカバー狙うときは浅いところにバスが浮いてることが多いので、これを使ってることが多かったんですけど、まあ、より深いところにを狙いたいとか、より遠いところを狙いたいっていうときはこっちを使うことがあります。なので今回この2種類を買いました。ちょうど私の好きなカラーがありましたので、バックスライド、はい、なので、まあ、今回夏の釣りに向けて、まあ、トップかカバーかっていうところで、また補充も兼ねてっていうところで今回は買い物をしました。本当は私ね、これを補充しに行っただけなんですけど、いろいろ見つけてしまったので、結局1万6000円ぐらい使いました。魔界ですね釣り具は、はい、毎回これぐらい、私は釣り具屋さんに行った時はこれぐらい使ってます。はい、ということで今回はね、ちょっと久しぶりに購入品を紹介させてもらおうと思って、動画を撮ったんですけれども、もしね皆さんもね、今後夏に向けてこういうルアーいいよとか、こういうものあるよとか、使ってみてみたいなものがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ということでありがとうございました。じゃあのー。